熊谷区住宅は、愛知県北下良郡と米村にある歴史的建造物。1974年2月5日に、母屋、国蔵、新井倉が国の重要文化財に指定されている。天竜川の支流大入線に沿って走る愛知県道428号、古新立津ぐ線沿いにあり、東栄町側から黒川トンネルを抜けると山肌に張り付くように左手に、ある。 熊谷家住宅は、三河国、信濃国、東東海国の三国国境に近い奥三河地方の山間部に位置する。熊谷家はかつて酒造業を営んでいた商家であり、商屋を務めていた。つぐ村の村松学平文書によれば、信濃国下稲郡、神原村から三河国山間部にまで勢力を有していた。天竜川の支流の大入選に沿った統地は、 東東海国の佐久間から、三河国の次ぐや信濃国の根場に至る、中間街道の脇道の道番所でもあった。熊谷家住宅の建築年代は定かでないが、漢方4年以降の祈祷札が残されている。また、奥三河地方に例のない間取りや構造形式をしており、浜松地方の武家屋敷の形式と類似するため、建造年代は、江戸中期の18世紀前半と推測されている。 熊谷家は昭和10年代まで作り酒屋を営んでいた。1974年2月5日には、文部省によって、主や国蔵、新井倉が重要文化財に指定された。1982年度、1983年度には、母屋の吹き替えや土蔵二棟の改修を行い、1995年度、1996年度にも、再び母屋の吹き替えを行った。 1984年には第19代当主が亡くなったが、2014年、現在も文化財の建物に県人が居住し、酒の販売を続けている。2000年度には心臓の吹き替えを行った。東側から見た熊谷家住宅主屋は東向きであり、西側には山並みが迫っている。柱間の寸法は7尺5五寸を単位としており、 一般的な六尺や六尺三寸の単位とは異なっている。部屋数は12。土間には天然檜の木を用いた大黒柱が立っている。母屋の前には胸角があるが、かつては胸角ではなく長屋門だった。門の南側に心臓と国葬土蔵という二つの蔵があり、母屋の北側に納屋がある。ありがとうございます。